よいしょ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 、二人仲良く絵でも見とけ。すごいうるさいね。すごいうるさいね。すごいね。ジャパネットだな。ジャパネット？ああ早い。あれ？早っ。はい。これがホストだって言わんがばかりの速さだったな今。わあ緑がいっぱいだ。みんな緑ね。よーし。フルーツバスケットだ。はい、見てください。今回ご紹介するのはこちら。フルーツバスケットしよう。見てください、このボーリー。はい、今回3000円でのご提供。はい、すべてジャパネットが負担させていただきます。よろしくお願いします。そんな早くな。めちゃくちゃ似てる。そんな早くな。めちゃくちゃ似てる。逆らえない人が一人だけいます。なになになに、誰誰、どういうこと、なんか見たね。はい、誰、僕は自分で言ってほしいです、ね、そうだね。すぐにボンズさんはボタンを押さなきゃいけないんだ。かなりちょっとじゃああれだ、なるほどね。やっぱりただスパチャ投げさせないためにも釣るしかねえ。投げさせないためにも。なるほど。投げさせねえぞ。え、なつちゃんが後ろ見てたってこと？いや、まあ、ポンさんと番長さんがいるとこを見て、番長さんにちょっと静かにしてもらえますかって言ったから、まあまあちょっと黙っとこうかなと思って。買収しようと思ったんですけど。なんかあるのかなみたいな。買収失敗しましたね。買収失敗。はい。ベルクかわいそうだな、マジで。生き返らそうとして、まず自分の命を。主人さんは主人さんの人間はそういうことか。結局生き返らそうとラウンジ側に抜けてるの見てる。やば。確かに。ゼル君ごめんな。でもこれあれじゃないですか、もしゼルク君の蘇りが会議終わって発動したら誰か生き返ってそうですよね。どうなるんだろう。ワンチャン。ああ、そういうこと。生き返ったらボタン押して。生き返ったら。はい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 。死んだままっぽい。生き返ったらおもろいな。中野さんごめんね。中野さん、頑張ってね。ナイスやったけど、中野さん頑張ってね。よいしょ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 、はい、よいしょ。よいしょ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 。どうしよっかな、何しよっかな。ああ、なるほどね。よいしょ、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 絵でも見とけ、絵でも見とけ。よいしょ、よいしょ。はい、いらっしゃいませー、いらっしゃいませー。配達センターでございますよ。あ、
何？怖い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 何？開けて開けて、よいしょ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 、二人仲良く絵でも見とけ。二人仲良く絵でも見とけ。押していいかな。もう押していいんじゃない。弁当見ましたよ。え、ルーさん弁当見ましたよ。俺弁当何が、ルーさん弁当入ってたっすよね。え、俺入ってないよマジで。え、本当に、本当っす本当っすよ。よいしょ。運びだわハイタツインが暴れ回ってた。ナイス、ありがとうズブさん、ごめんね。ズブさん、ナイス、ナイス、ズブさん、どうだ、一台運ばれたんだけど。さすがズブさん、最悪。すげー、死体運ぶの強。三人運んだよ、全部弾き込む。運び屋だ。やばいやばい。全員見つかりづらい。めちゃくちゃ、あれいいね。アンダーテイカーの結構いいやつじゃない。多分そういうことだね。ああいうことなんだね。すごかったなマジで。いやでも停電とセットでやったらめっちゃ強いっす。強いね。本当に強いと思う。ほとんど。数したいわが。俺シウネさんの隣に運ばれたわ。そうそうそう、金庫室でハッチャンさんを金庫室展望デッキの停電直すとこで切って下まで運んでった。班長がさ作ったさ弁当でさ弁当タスク発生したんだけどさ、嘘嘘でしょ、人が作った弁当で弁当タスク、そんなことあるの、そんなことあるの、って思って、マジ置いた瞬間黄色く光っちゃってなんだろうと思ってさ、めっちゃゴミ溜まってたもん。手作り弁当だったんだ。手作り弁当で、すごいね、手作り弁当で弁当だけにね、よっ、いや、おもろー、いや、すごいじゃん、おもろいなぁ、今やられたよいしょって言ってたから今のところまだファントムないなぁ、ファントム情報が一切ないんだな、ファントム情報一切いるのだろうか、気にしないんじゃない、無意識にやるのかな、無意識にファントムいるのかな、実はみんなが思ってないだけでファントムよいしょって運ばれたのが結構ショックだった、ショックだったって、重さ的にね、いやいやいや、デリカシーじゃないか、そんなとこ傷つくとは思わなかった、申し訳ないよ、じゃあ謝れ。